働く人を保護する労働基準法。おはようございます、マサルです。今回は労働基準法について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してみてください。 IT パスポート平成26年春問11。従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律はどれか。あ、会社法。い、民法。う、労働基準法。え、労働者派遣法。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、労働基準法です。それでは解説していきます。労働基準法とは、労働者に適用される労働条件の最低ラインを定めた法律です。使用者による不当な搾取を防いで、労働者が必要な収入を確保できるようにすることが目的です。具体的にどのようなことを定めているのか見ておきましょう。まずは最低賃金です。今の最低賃金は時給換算すると全国平均で1004円だそうです。全国平均だと1000円超えるんですね。ちょっと話脱線しますが、一番最低賃金が高かったのは東京で1113円。一方、一番最低賃金が安かったのは皆さんどこだと思いますか。一番最低賃金が安かったのは岩手県で893円だそうです。私、勝手な思い込みで沖縄だと思っていたのですが、2023年のデータによると沖縄は896円。なので一番最低賃金が安かったのは岩手県になっています。賃上げが課題になっている昨今なので、最低賃金が上がってほしいという気持ちもありますが、成長意識を持って勉強して誰かに喜んでもらえて、その結果自分の市場価値が上がっていけば一番いいですよね。話を元に戻します。まずは労働基準法では最低賃金が定められていることをお伝えしました。その他には労働時間、原則1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないという決まりや、休憩、労働時間が6時間以上の場合は45分以上の休憩、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与えること、そして休暇、少なくとも毎週1日の休日、4週間を通じて4日以上の休日を与えることが定められています。労働基準法は労働の最低ラインを決めることで労働者を守ってくれています。では問題見直しておきましょう。従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律は、うの労働基準法です。間違い選択肢の中に労働者派遣法というものがあります。労働基準法と少し言葉が似ており、ややこしいので、次は労働者派遣法についてお話ししていこうと思います。では労働者派遣法に関する問題に挑戦してみてください。労働者派遣に関する記述 A から C のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 A、 派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。 B、 派遣労働者であったものを派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。 C、 派遣労働者の給与を派遣先が支払う。適切なものはどれでしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、 B の派遣労働者であったものを派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。こちらが適切な記述です。労働者派遣法とは、派遣会社と派遣先企業が守るべき法律です。労働者派遣法について学ぶためには、まず派遣という働き方について理解する必要があります。派遣というのは働き方の契約の一つですね。働き方の契約というのはいくつか種類があって、まずは雇用契約というものがあります。雇用契約では、契約した企業に雇用されて、会社が労働者に対して雇用と指示を行うのが特徴です。一方、派遣というのは派遣元から雇用を受けて、派遣先から指示を受ける働き方です。試験においては派遣元、派遣先、何を指しているのかが大切なので、しっかり理解できるようにしておきましょう。派遣社員にとって雇用主は派遣元です。給与の支払いや社会保険の手続きなどは雇用主である派遣会社が対応します。しかし仕事の指揮命令は実際の職場である派遣先から受けます。
派遣の場合は派遣先の会社が労働者に指示ができるというのが覚えておきたいポイントです。派遣元と派遣先では労働者派遣法に基づいて労働者派遣契約が結ばれます。労働者派遣法ではこんなことが決められています。派遣期間は最長3年間、派遣先企業は派遣される人材を指定することはできない、派遣先から別の会社に派遣するような二重派遣は禁止、このようなことが決められています。派遣以外の働き方としてもう一つ覚えておきたいのは請負契約です。請負契約とは受注者と発注者間で請負契約を結び、受注者が成果物を納めることで発注者が報酬を支払うという契約です。成果物というのはある特定の作業などを行った結果作り出されたものを指します。例えばシステム開発の請負契約であれば、発注者がシステムの開発を依頼して、受注者はシステムを作り成果物としてシステムを納品します。試験においては発注者をユーザー、受注者をベンダーと表現する場合もあるので、このような呼び方も覚えておきましょう。請負契約で覚えておきたいポイントは、労働者と発注者では直接的なやり取りがないということです。つまり発注者は労働者に指示をすることができません。ちゃんと自分が求めているものができるか分かりませんよね。そこで請負契約には完成責任と契約不適合責任という特徴があります。受注側には契約で定められた成果物を完成させる責任があるため、一方的に受注側から契約を破棄することができないという決まりがあります。契約不適合責任では成果物が契約内容と適合していない場合、責任は受注者が負うという決まりがあります。発注者からすると受注者からしっかり成果物を得られるような仕組みになっています。ここで少しエピソードトークです。先ほど労働者派遣法では派遣先企業は派遣される人材を指定することができないというルールがあるとお伝えしました。本来は派遣元が労働者の能力を評価して派遣先に送るかを判断するため、派遣先企業が派遣労働者を選ぶことができないということなのですが、私の経験上実質的に派遣先が派遣される人材を指定していると思えるような出来事が何度もありました。その出来事というのは顔合わせです。顔合わせとは派遣先で業務を開始する前に派遣先を訪問して実際の職場や仕事内容の説明確認などを目的に行われることです。繰り返しになりますが、労働者派遣法では派遣する労働者を派遣先が特定する行為は法律で禁止されています。つまり顔合わせは先行ではなく派遣先への挨拶や職場の確認を目的として行われるのが本来です。なので顔合わせでやっていいことは職場を見せてもらう、自己紹介や業務説明の面談をする、労働者が自らの意思で自分の個人情報を伝えるなどはやっても良いことです。一方やってはいけないことは派遣先が労働者の個人情報にあたる質問を強制的に回答させる、派遣先が労働者の履歴書、職務経歴書の提出を求めてくる、派遣先が採用可否を決めるなどがやってはいけないことです。しかし実際はやってはいけない顔合わせになっていることがあります。私の実体験として派遣先の方からどれくらい英語ができるのか知りたいので英語で自己紹介をしてみてくださいなど先行を感じさせるような質問がありました。顔合わせはなかなかグレーな部分が多いのですが、私個人としては顔合わせをすること自体は賛成です。派遣先の業務や雰囲気が分かった方が安心して働けますし、顔合わせの結果派遣社員側から派遣先を断ることもできます。この動画を見てくださっているあなたが派遣先として派遣社員の顔合わせをする立場であれば、労働者派遣法を意識して顔合わせをしてみてください。ちなみに紹介予定派遣の場合は派遣先企業への直接雇用が前提となるので面接を行うことが認められています。ご自身の状況によってルールが変わってくるのでそこはご了承ください。それでは最後に復習していきましょう。 IT パスポート平成26年春問い11、従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律はどれか。正解は労働基準法です。さらにもう一問、 IT パスポート令和3年問い12、労働者派遣に関する記述 A から C のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。正解は B、
派遣労働者であったものを派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。こちらは適切な記述です。派遣元は派遣労働者に対して派遣期間終了後に派遣先に雇用されることを制限することはできません。なので派遣元との雇用期間終了後であれば、派遣先がその派遣労働者を雇用したとしても問題はありません。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。今のところ2024年の1月8日に達成見込みです。ギリギリ達成できないペースになっています。もしよろしければチャンネル登録グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。